鍋島直政。鍋島直政は、江戸時代末期の大名。第十代非前国佐賀藩主。九代藩主、鍋島成直の十七男。母は、池田春道の娘。性質は、徳川家成の十八女、森姫、高森院。形質は、徳川成政の十九女、筆姫。明治医師に以前の名乗りは成政、郷号は関燥。 佐賀の七賢人の一人。文政十年、千八十七年、将軍、家成から、松平名字を与えられた。天保元年、千八三十年、父の隠居の後を受け十七歳で、第十大藩主に就法。将軍、家成の変記を与えられ最多しと名乗る。当時の佐賀藩は、フェイトン号事件以来長崎警備等の負担が重く。さらには、 仙台藩主、成直の社真や、2年前のシーボルト台風の甚大な被害もあって、その財政は破綻状況にあった。蔡忠氏自身も初入部のため、江戸藩邸を佐賀に向けて出発するや、稲や藩に貸し付けのある商人たちが藩邸に押し寄せ、借財返済を申し立てたため、蔡忠氏の行列は、進行を停止せざるを得ない屈辱的な経験をしている。 埼玉氏は、修法するとともに、反省改革に乗り出したが、当初は、江戸にいた前藩主、成直とその、取り巻きら保守勢力の顔を伺わねばならないことが、多く、実行できた改革は、権威悪令の発令がせいぜいで、あった。しかし、天保六年、1835年、藩の中枢であった、佐賀城二の丸が大火で全焼するという危機にあたり、荒廃していた。 佐賀城本丸に御点を移転、新築させる、佐賀城再建を、成り顔の干渉を押し切って実行した。これを皮切りに、役人を五分の一に削減するなどで歳出を減らし、借金の8割の放棄と2割の50年カップを認めさせ、慈悲、茶、石炭などの産業育成、公益に力を注ぐ、犯罪性改革を行い、財政は改善した。 また反抗行,行動感を拡充し優秀な人材を育成し登用するなどの教育改革、小作料の支払い免除などによる農村復興などの諸改革を断行した。役人削減とともに半世紀構を改革し、出自に関わらず有能な家臣たちを積極的に政務の中枢へ登用した。さらに長崎警備の強化を掲げるも、幕府が財政難で支援を得られなかったことから、 独自に西洋の軍事技術の導入を図り、精錬型を設置し、反射炉などの科学技術の導入と展開に努めた。高島周藩の西洋法術に多大な関心を寄せるが、主級派重心の反対や幕府に睨まれるといった懸念があったため、義兄で、主藩武雄藩主の鍋島重吉に先導させて、その導入に励んだ。その結果、後に、 アームストロング砲など最新式の西洋式大砲や鉄砲の自販製造に成功したほか、蒸気船や西洋式帆船の基地として、三重海軍所を設置し、蒸気機関、蒸気船、両風丸までも完成させることにつながっている。それらの技術は、母方のいとこにあたる島津成明にも提供されている。また、当時富士の病であった天然痘を根絶するために、何も、 対策を打てずにいた幕府に先分けて、オランダから牛刀ワクチンを輸入し、長男の自家代で試験した後、大阪の尾形公安にも分け与えている。このことが日本における天然痘の根絶につながった、秋月藩の範囲である、尾形春1日が、ジェンナーの牛刀法成功に遡ること6年前に、秋月の和尚や、天野陣江門の,の子供たちに、 人頭主党法を施して成功させているが、死者も出ている、不完全なものであった。カエ六年、1853年、マシュー・ペリーが来航し、江戸ワ府クフローの安倍正宏が、各大名に意見を募ったとき、再忠氏は、アメリカの武力外交に対して強く上位論を唱え、品川台場建設に、佐賀藩の技術を提供し、正宏より信頼を得た。一方で、 開国以前から密貿易で利益を上げていたとされるほど貿易の重要性を知っており、イギリスの親善外交に対して開国論を主張する。文久元年、1861年、48歳で隠居。家督を長男、直弘に譲って漢奏と合した。文久2年、1862年12月25日、上京した漢奏は、漢白。 この絵忠だに面会し、京都守護職への任命を要請している。この時に感想は、長崎警備は、他大名でも担当できるが、大阪、京都の警備には、実力が必要であり、私であれば、足軽三十人と、兵士二十人の兵力で現状の警備を打ち破れる、胸の発言をしている。この件は他に、島津藩などからの守護職要請もあり、立ち消えとなった。 失踪倹約と経営手腕を商人たちに、ソロバン大名と呼ばれ、葉隠れに表される保守的な風土にいながら、当時は医者の学問と区別されていた蘭学を、蘭壁大名と呼ばれるまでに熱心に学び、他藩が近代化と財政難の板挟みで苦しむ中、財政再建と軍備の近代化に成功したが、名優であった正が没した後の激動の中央政界では、砂漠、 尊皇、後部合体派のいずれとも均等に距離を置いたため、非善の妖怪と警戒され、三安会議や小御所会議などでの発言力を持てず、伏見敬語のための京都守護職を求める者の,の実らず、政治力、軍事力ともに発揮できなかった者の藩の内における犠牲者を出さずに済んだ。とは、伏見の戦いの時に状況中で、藩主も過労も京都に不在だったため、 薩摩藩からは、佐賀征伐を主張する声が上がったが、薩長、薩摩藩、長州藩側が勝利に終わって、以降は上京した佐賀藩も神父軍に加わり、母親戦争における、上野将棋隊との戦いから、五稜郭の戦いまで、最新式の兵器を装備した佐賀藩の活躍は、大きかった。明治政府が近代化を推し進める上で、直政が育てた人材の活躍は大きく、 佐賀の七賢人と田中久枝への功も参照のこと、直政自身も議定に就任する。これらにより、倒幕運動には、不熱心であった佐賀藩であったが、薩長問いの一角を担うこととなった。明治元年、1868年に直政と改名。廃藩置県に、地藩時、大政奉還後の藩主として、最初に賛同したほか、明治二年、 1869年6月6日、江戸開拓総督を命ぜられ、旧藩市、島義武らを開拓御用係に登用、7月13日には、初代開拓市長官に就任したが、江戸地へ赴任することなく、8月16日に、岩倉ともと同じ大納言に転任した。財政基盤が弱かった、新政府に代わり、旧幕府軍との戦いの報酬を割って、開拓費用に充て、 諸藩に先んじて、佐賀藩の民を移住させたほか、満州開拓、オーストラリアでの鉱山開発などを提言するなど、以後50年先に待ち受ける、外交、食料、資源などの問題を見通していた。明治四年、1871年1月18日、判定にて病没。去年58、23日に、正任意が増位された。 葬儀を取り仕切った家臣の古川与一、将根が巡視した。直政が、明治維新が始まってから間もなく二世を去ったことも、非善勢力が中央で、殺懲罰に比べて、相対的に小さくなった一員でもある。直政の残した人材は、明治六年政変、聖寛丼政変による、江藤新兵、添江島種臣の下野や、続いて発生した佐賀の乱により、 明治政府において、直政の構想を十分に実現するまでには、至らなかったといえ、日本が近代化していく中で極めて大きな役割を果たしていくことになった。島津成明に並びうる数少ない幕末期の、名君とする表もある。日付イコール旧歴、参考文献、鍋島直政公伝、幕末明治住職部任夫所藩一覧、内閣文庫蔵所高年表、 明治末期、乾燥の功績を検証しようとする動きがあり、大熊茂信を委員長として、銅像の建設委員会が設立された。主に、佐賀県出身者から5000件を超える寄付を集め、誕生から100年を記念して1913年、大正2年11月10日、佐賀市松原の松原神社と佐賀中央郵便局の間の広場に建立された。なお、 同時に隣には関想に仕えた国学者、佐賀藩士の古川将恨の銅像建立された。銅像の周りの広場は、公園が整備され、銅像園と呼ばれるようになった。銅像西側に、博物館、彫刻館、北側に、佐賀図書館が建設されたほか、1933年、昭和8年には昭和年にはを祭人とする助ケ神社が、銅像と、 松原神社の間に建立されるなど、佐賀県の中心的な文教地区となった。しかし、太平洋戦争中に、金属類回収令が出されると、1943年、昭和18年2月1日に銅像に付属する金物が、1944年、昭和19年5月21日には、銅像本体が供出され、失われてしまった。なお、台座は、 小木州うし公民館、旧市し町役場の東側に移され、英霊碑の台座として保存されている。終戦後、再建の動きはあったものの、長く実現しなかった。誕生200年を迎えた2014年、平成26年、再建委員会が設立されると、約1700件、総額約1億4 000、0000 000円と、目標1億円を上回る募金が集まる。 初代銅像の教室から約73年を経た2017年、平成29年、佐賀城社地の門北川の広場に2代目の銅像が混流され、3月4日に除幕式が行われた。銅像本体の高さは約4メートルで初代と同じ遺憾測体姿。台座を含めた全高は約8.5メートル。台座は、直政の命で建設された築地反射楼。 モチーフとしてデザインされ、台座正面の鍋島直馬公の記号は、先祖が佐賀藩とゆかりの深い長藤雄がとった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。